パンスどこですか？一つのことに夢中になりすぎてしまうところですね。採用バーチャルタレントアカデミーに特別コースとして呼ばれたりしないの？あ、もういつでもどうぞ。カウンセラーね、なりたいって思ってる時期あった、正直。そこでくじけてしまって。あ、嫌なところって絶対さ、面接とかさ、オーディションとかで聞かれがちだよね。うん、自分の得意なところは何ですかって言われるのはさ、もう想定された質問だから答えられるかもしれないけど、自分の短所はどこですかっていう質問絶対ね、逆に聞かれるよね。短所なんて答えよっかな、もしオーディションとか面接で聞かれたら。あなたの短所どこですか？そうですね。私の短所はやはり、一つのことに夢中になりすぎてしまうところですね。私、一つのことに対する熱量が非常に大きいものですから、一度一つのことに取り組み始めると、すごい物事に集中してしまって、他のことに手がつかなくなってしまうんですね。まあ、でも、これは短所でありつつも、長所とも言えるのではないかなと思っていて、まあ、確かに、周りが見えなくなってしまうことはいけないことなんですけれども、一つのことに専念できるという意味では、自分の長所にもなり得るのではないかなと思っております。おぉ、これこそ我が会社の求めていた人材採用わぁ、それ言ったわ、面接で。最悪や、マジでな。だよ。なんでそんな嫌そうなの？いいじゃん。長所にも言い換えられることは NG。いやいやいや、それこでこそですよ。なんて言ってほしいんですかね、短所って言って。でもなんかさ、何を言うかって大して大事じゃないと思うんだけどな、短所とか聞かれて。長所とかはさ、それを元にさ、考えるかもしれないけど、短所とかってさ、それをすぐ答えれるかどうかとか、なんか、だと思うんですけどね、なんか、自分の短所が思いつかないって、ダメだと思いますよね。なんか面接とかで。あ、なんかオーディションとかだったら、いや、いいね、君、個性あるねってなるかもしれないけど、御社の面接においてとか言って、短所が出てこないってさ、人間誰しも、まあ、今は人間じゃないかな。短所はあるものだけど、自分の悪いところを理解していないという風に見られそうだよね。僕が思うLLの短所はちょっと優しすぎるところかな、なんちゃって。それにしよう。君の短所はどこですか？私の短所は、少し優しすぎるところだと、友人に言われたことがあります。優しすぎるあまり、その相手に対して感情移入をしすぎてしまい、自分まで悲しい気持ちになったりと心が左右されることがしばしばあります。いいな。もう友人から言われたっていうところがミソですね。自分で言ったんじゃなくてね。うんうん、そうだね。いつも面白いです。頑張ってください。ありがとうございます。頑張らせていただきます。人事そこまで考えてないよ。でもなんか1時間話せそう。エルムもさ、2時3時1期生だけど、3人はバーチャルタレントアカデミー1期生なわけですからね。バーチャルタレントアカデミーに特別コースとして呼ばれたりしないの？あ、もういつでもどうぞ。何ができますか？私に。やりてー。もうふざけなしでガチ。モノマネ。モノマネ。妄想力。茶番のやり方。生徒ね、そう。失礼だろ。エイペックスは正直他にできる子いっぱいいるからなー。いや、そうですね。やっぱモノマネのコツ。モノマネのコツ。でも、3分で終わるな、もう。トークについて。いやー。トークについて、エル先生なんか、バーチャルタレントアカデミーのコースとして呼ぼうと思うんですけど、なんか教えられることありますか？私は、そんなに考えてトークをしていないですね。そりゃ、慣れということですか？そうですね、やっぱり。知らぬ間に頭に出てくるので、やっぱり、時間と、これまでの経験ですかね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと検討させていただきますね。特別講師の。あ、はい、お願いします。不採用。教えられることねー。でも教えてほしいもん、むしろ。役立たんな。おすすめの漫画を何しに来たんだ、エル。教えてほしい。その、仕組みを。アンチに負けない方法。そうですね。でもやはりそれは時間が解決してくれるというものはありますよね、やはり。私も駅のトイレで泣いて出てこなかった時とかありましたので、やはり、時間ですかね。時間でやっぱこの心のメンタルというものは自然についていくものですので、もともと強かったらいいんですけど、私の場合はだんだんって感じでしたね。だからむしろもともとメンタル丈夫っていう状態で入った方はもう本当に一番最初の配信者適性をね、満たしていると思いますね、まさに。あの時はごめん、悪かった。いや、エルも悪かった。ごめんね。握手しよう。ちょっと。涙出てきた。いや、でもメンタルってでも本当にそうだと思うわ。俺もごめん。いや、ごめん。いや、ごめん。エルも悪かったから、本当に。でも今度からしっかりしよう、ちゃんと。お互いね。今日。あれれしまってるはずなんだけどな。カウンセラーやりそう。でもね、カウンセラーね、なりたいって思ってる時期あった、正直。教養身につける学校の時代に。エルもなんか、嫌なことあって、いい大人にね、相談したり、逆に相談してもどうにもなんないじゃんってなったり、したことがあって、そういうガキたちの力になりたいって思って、今めっちゃガキ嫌いなんだけど、ガキの支えになりたいって思って、カウンセラーを目指そうと思って、心理学をね、学ぼうとしたんですけど、心理学のね、そのエルフの学校に、体験入学に行ったんですよ。心理学学びたーいって思って、そう言ったら、あなた、文系理系って言われて、文系ですって言ったら、ごめん、心理学は理系だからねって言われて、夢絶たれたり、そこでくじけてしまって、どっちか調べてからにしろってね。エルが、そう言ったとこも、心理学、理系って言われても、心理学、人のカウンセラーになりたいんだよねって言ったら、友達とか周りの人に、エルは優しいし、感情移入しやすいから、エルが病みそうって言われて、確かにって思って、感受性が豊かすぎて、その子のこういうことがあって、とか相談をされたときに、ひどすぎるみたいな。違うかってなって。いや、デロンちゃん、向いてると思うけどな。私の方が向いてるから嫌うんだ。いいじゃん。デロンさん、カウンセラーだってよ。エルもデロンちゃんに相談したこと何回もあるけど、一般生徒に対してアンケートとか取って統計取らないといけないから向いてない。すごい。さすが JK。詳しいですね。次だからね、JD になったら、何をしたいのデロンちゃん将来。デロンちゃんもなればいいのに、カウンセラーに。毎日電話していいエル。あ、うちの友達カウンセラーやってるんだよね。みたいな。マジやんだ。ピッ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 。もしもしマジでもう、マジで最悪。本当にうまくいかない。マジで。そしたらなんか統計に基づいてなんかちゃんとしたこと言ってくれそう。オープンキャンパス大好き。なんかオープンキャンパスとかめっちゃ行ってるタイプだ。なんかいろんなとこの、なんか資料をかき集めるタイプだ。謙虚、そう。あ、いいな。エルも面接官とか面接してみたい。どっちでもいいけどなんかやってみたい。なんか。エル結構ちゃんとしたい。ちゃんと面接受けたい。コンコン、May I come in? あって違うか。どうも。二次三次所属。誰が二例二拍手じゃん。失礼いたしました。二次三次所属。エルです。いいですね。やってみたい。面接。